はよう。カギさん、お菓子ありがとう。おはようございます。カギさん、ハートありがとう。黄色魚さん、お菓子ありがとう。ゆずきちさん、お菓子ありがとう。ポロンさん、お菓子ありがとう。ゆずきちさん、レインボースターありがとう。午前のミッションお願いします。午前のミッションお願いします。おはよう。やばい、今日めっちゃ眠たい。ポロンさん、お菓子ありがとう。銀杏さん、ハートありがとう。おはよう。あやみちゃん、ハートありがとう。この枠はね、15分までです。15分配信です。ぬしさん、かわいい、ありがとう。くまねパパさん、お菓子ありがとう。ぬしさん、お菓子ありがとう。あやみちゃん、ハートありがとう。ケイトさん、初見さん、ありがとう。はるさん、お菓子ありがとう。昨日振り覚えなきゃいけなくて、覚えてたんですけど全然頭に入ってこなくて、うーんってなりながら覚えて、一回ちょっと寝てみようかなと思って。でも普通に寝転んだらそのまま朝になると思ったから、机に座って、あの授業中スタイル学校の授業のお昼寝スタイルでちょっとだけ仮眠とってっていうのをやって、そう5時過ぎぐらいまでやってた。めっちゃ眠たい。だからおはよう、頑張りました。ふうさん、お菓子ありがとう。らしさん、お菓子ありがとう。ぬしさん、お菓子ありがとう。おはよう。しんいちさん、お菓子ありがとう。ガッチさん、お菓子ありがとう。ひろひろさん、ハートありがとう。そう、起きれて本当にもう逆にも起きれんかと思って、そう5時に寝ようと思って寝たけど、これ起きれんかったらどうしようと思いながら、もう一回机にこうやって机にあの伏せて寝た方が起きれるかなと思ったけど、多分3時間ぐらいでも ちゃんと寝た方がいいわと思って、ベッド寝て目覚ましめっちゃかけて頑張って起きた。ククさん、お菓子ありがとう。午前ミッション完了ありがとう。ありがとう。うちさん、お菓子ありがとう。そのパターン普通気づいたら、あれでしょ、机でしょ。でもあの電気つけて寝たから、あの真っ赤、明るい中机にこうやってなって寝たので、あの切れました。
1時間半ぐらい経ったら目が覚めた。ぬしさんハートありがとう。ちんちさんハートありがとう。今朝寒すぎて3時に起きて、でも寒すぎて二度寝して4時に起きた。寒いよね、寒いと起きちゃうよね、わかる。冬って。一輝さんお菓子ありがとう。うっちさんお菓子ありがとう。おはよう。サンソンさんお菓子ありがとう。ありがとうございます。奈良西さんハートありがとう。うちさんレインボースター、コウジさんお菓子ありがとう。おはよう。それで1時間半で起きれると学生時代相当嫌い。でもやってたので、テスト勉強の時とかよくやってた、あの深夜のテスト勉強で。めっちゃ眠たい、ちょっと寝たいけど、ベッドで寝たら絶対朝になるから、そのままちょっと机にこうやって伏せて、ちょっとだけ仮眠取ろうとかやってましたね。で、すっきりさせるってやつ。あ、午前ミッション分また夜に投げるね。ありがとう。嬉しい。おはよう。福ちゃんハートありがとう。岡戸さんハートありがとう。主さんハートありがとう。浩二さんハートありがとう。私一夜漬け派でした。うん、マジで一夜漬け派。ゼロさんだるまさんありがとう。チョコラブさんお菓子ありがとう。イカボントラベラーさんハットありがとう。でも自分の勉強法、勉強法っていうか、もう私はもうあれだったので、ちょっともう参考にもならないような勉強をしたから、っていうか例えばさ、あのテストがその日3教科あるとしたら、前日に3教科するんですよ全部っていうね。前もってさ、ちょっとさ小分けにしながらさ、今日は数学、今日は国語とかやってたら絶対ね前日苦しまないのに。あ、そう、ていうかもうテスト当日も、前日に私は3教科やる人なの。次の日の教科を全部前日にやるんですよ。やってくタイプだったから、もう本当に毎回そう、毎回後悔してました。前日型なんです。奈良西さんレインボースターありがとう。そう、前もってね少しずつ勉強したらいいんですよね一番。それで漢字のテストの結果はどうだった？それはちょっとまあ当たって砕けたって感じです。当たって砕けたかなって感じのテストの結果でした。ぬしさんハートありがとう。でもなんか暗記系社会とか、なんか高校だと、うわ、なんて名前だったっけな、なんか公民じゃないわ、なんかそっち系めっちゃ暗記せんといけんやつ
めっちゃ暗記せんといけんやつ。あ、そうそうそう、政治経済とか現代社会とか、うん、なんかさ、ダンスとか覚えるのに、なんかそういうの覚えれんのよ私理科とか社会とか、もう英語も暗記かな、単語とか、英語も単語か、暗記、もう勉強の暗記本当に覚えれなくって、世界史も日本史ももう無理無理でした、本当に覚えれなくて、もう一時期分かんない時は不備来犯って書いてた、不備来犯が出てくるところだったんですよ、不備来犯とあのルイ何世、ルイ何世もう分かんなかったら、あの埋めるタイプで白紙では出さないタイプだったので、ルイ何世とか不備来犯とかちょっとなんかもう聞いたことある名前でとりあえず埋めようと思ってやってた。世界史、浩二さんハートありがとう。キッキーさんお菓子ありがとう。カギさんお菓子ありがとう。今井真吉さんハートありがとう。あやみちゃんハートありがとう。ね、暗記科目、暗記科目本当に嫌いだった。逆にあのね、高校はね難しかったからね、数 1A ぐらいまでは数学の方が好きでした。数学とかの方が、数学とか国語とかの方があの暗記じゃないから点数良かった。リア君ハートありがとう。でも数学はね、数 2B ぐらいからもうちんぷんかんぷん分かりませんってなったからちょっと無理でしたけど、だから国語が一番好きですね。国語が大好き。国語も永遠にずっとどこの 何年生になっても好きでした。あ、ありがとう。キラキラ投げてくれ、ありがとう。ハートありがとうございます。そうね、勉強はあんまり好きじゃないな。お客さんの顔覚えられますか？みんなの顔はみんなのこと好きだから覚えれるよおはよう。そう、全然、え、理系？え、でもめっちゃ文系だったんだけどね。文系コースではあったけど、でも水中までは数学が好きって感じでした。コウジさんハートありがとう。ゆきさんハートありがとう。夢夢吉さんハートありがとう。リア君お菓子ありがとう。その音楽と体育得意、台形の面積、台形の面積上辺かける高さ割る2、違うかもじゃあ団長読めます13位熊根パパさんありがとう。12位春さんありがとう。11位ラシーさんありがとう。10位チョコラブさんありがとう。9位ヒロヒロさんありがとう。8位ガッチさんありがとう。7位コウジさんありがとう。6位ウッチーさんありがとう。5位ポロンさんありがとう。4位クギ37さんありがとう。3位ヌシさんありがとう。2位奈良西さんありがとう。そして1位はズル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 バン、ゆずきちさんありがとうございました。ありがとう。またね、次はね、もうね、あの夕方になります。7時15分からです。7時15分からの配信、ご飯作ろうと思っとるけん、よかったらあの7時15分から配信来てください。ありがとう。